北辰一刀流は幕末三剣士の一人、天才剣士千葉周作が創設しました。千葉周作は江戸において一刀流の奥義を極めた後、全国各地の有名な道場を歴訪し修行しました。そしていかなる技に対しても絶対に負けない型を考案し、それを68本の組立ちにまとめました。流派の特徴は、いかなる敵に対しても攻めて攻めて敵の太刀に乗って斬り落とし、その怒りを打つというものです。